対語の法、常にブッダと共に歩め、大川隆法。第4章、対語の瞬間。3、エネルギーの本質。本物の宗教が教えてきたものとは、悟りというものは広大無辺であり、さまざまな解き方、説明の仕方がありますが、第一点として言えることは、霊的存在を無視しての悟りはありえないということです。それを否定する者は、近現代の間違った思想に毒された宗教解釈、仏教解釈であると言ってよいと思います。そして、霊的存在としての自分があり、それはまた広大な霊的宇宙ともつながっていて、他の霊的存在とも共につながっているのだということを知らなくてはなりません。天国、地獄は外の世界にだけあるわけではなく、自分の心の内にもあるのだ。心はいかようにも動き、心の針は360度、どの方向にも動いて、霊界のどの世界にも通じていくのだ。また、生きている人間として持っているその心の針が、他の人とも影響し合っているのだ、ということを知る必要があるのです。そういう宇宙観を知ったときに、人は自分を愛するがごとく、他を愛さざるを得なくなります。いわゆるゴールデンルール、自分がしてほしいように他の人になせ、という黄金律は、ここから導き出されてくるのです。こうしてみると、さまざまな宗教の教えが、一体何を意味していたのかが分かってきます。一つは、遥かなる昔に個性を得た魂たちが肉体に宿った時に、肉体を自分だと錯覚し、自と他を分けて自我が強くなるという誤りを犯すことがあるので、それを修正する必要がある。ということです。もう一つは、肉体的な自分が自分ではないということを悟り、霊的な我というものを悟った時に、その霊的なる我が大宇宙の調和の中に生きていること、共に慈しみ合う世界の中に生きていることを悟らねばならないということです。こういうことを世界各国の本物の宗教は教えてきたのだと思います。これを忘れて肉体的な自我観、自己観に引きずられて生きると、死後霊的存在が残った時に、その霊的存在は行くところがなくて地上世界をさまよい、生きている人に取り付いたり、地獄界という光のささない世界を作って、そこで生き続けているつもりになったりするのです。そういう人々を救うためには、霊的に正しい世界観、正しい生き方、正しい人生観を教えることです。そしてその正しい生き方に、自分の思いを合わせていくことを教えることです。釈尊の教えに出てくる悪魔などについて、それは単なる心の迷いのことであるとして、哲学的、心理学的に片付けようとする人もいますが、釈尊が語っていることは、そのままに捉えてよいのです。悪魔という存在もありますし、梵天や
神々と言われる存在もあります。そして自分もまたそのような存在になる可能性があるということも知らなくてはいけません。地獄的な生き方をしていると地獄の者たちがすり寄ってきます。天使は天使の仲間を増やそうとしていますが、地獄界に生きている者たちも常に仲間を増やそうとしているのです。そして地上世界は物質波動がかなり強いので地獄の方の影響を受けやすいのです。これを悟らなければいけません。この意味での観の展開、思いの展開をさせるために宗教では伝統的に物質的なものを否定したり、この世的な生き方を否定したりするのです。まず一括を与えてこの世的な生活を否定します。物質を求めてはいけない、お金を求めてはいけない、異性を求めてはいけない、衣服を求めてはいけない、良い家を求めてはいけないなど、いろいろな否定を解きます。しかしこれは否定すること自体に意味があるわけではなく、この世的な生き方に執着する心を去るために言っているのです。この執着を去って霊的覚醒を得た時には、この世の中にも人々の生活を助け豊かにし、心を引き上げるようなさまざまなものがあるということが分かってきます。このような否定の否定は単なる肯定とは違うということを知らなければいけません。霊的な自己という視点を一旦得た上で、この世というものの積極的な意味を見出していく必要があるのです。生命の力と霊的な力は同じ力の裏表、宗教においては食性民、つまり食欲、性欲、睡眠欲を否定する教えが数多くあります。霊的な自覚を持つためにまずこの世的な力を否定しているのです。しかしそれを再び180度ひっくり返してみると、実はそういうこの世的な力もまた生きていく力であり、霊的な力であることがわかります。生命の力というものは実は霊的な力と極めて共通したものなのです。これは同じ力の裏表なのです。この世で生きていく力がなくなれば、霊的にも力は失われていきます。例えばこの世において断食をして自殺すれば済むかというと、そうではないわけです。そのようなことではこの世を天国化していくことはできません。生きていく力、仕事をしていく力、他を豊かにしていく力はまたこの世の力でもあるのです。生きていく力はもちろん生命エネルギーから出ており、その生命エネルギーは食物から得られます。では食物のエネルギーはどこから来ているのでしょうか。もちろん大地からも来ていますが、大地だけではありません。それは太陽のエネルギーから来ています。太陽のエネルギーを受け、それを吸収した植物たちが長年にわたって大地を作り、その恵みがまた新しい作物を作り、エネルギーとなってきたのです。
そういう植物を食べて、動物たちが繁栄してきたのです。そしてその動物の肉を食べる者たちもいるのです。このように根源を見てみると、生きていく力、生命のエネルギーそのものは、太陽エネルギーに根本があります。霊界とこの世に働く時間法則、そして実はこの世の太陽と全く同じものが霊界にも存在しています。それは霊太陽と言われる存在です。霊太陽は地上で見る太陽とは少し色合いが違い、やや白っぽく見えます。この霊太陽が大宇宙の生命たちに光のエネルギーを送り込んでいるのです。霊太陽の霊的エネルギーとこの世の太陽の光エネルギーとは実は同じエネルギーの裏表なのです。この世に物質化して現れる場合と物質化しない場合という違いだけで、エネルギーとしては同じものです。これが霊界のものとこの世のものとが行ったり来たりする理由です。最近の先端的な物理学でも、素粒子の中には物質、物体のような現れ方をしたかと思うと、突如消えてなくなるというものがあることが分かっています。姿が消えてはまた現れてくるという出たり消えたりする幽霊のような素粒子が数多く見つかっています。これは実は霊的エネルギーとこの世的エネルギーの間を行ったり来たりしているのです。極小の単位、一番小さな単位において、霊界とこの世を行ったり来たりしているわけです。そのようなことが起きるのは、霊太陽のエネルギーと地上の太陽のエネルギーとが表裏一体のものであるからです。霊太陽から出ているエネルギーは、この世の太陽の光エネルギーと一体化して大宇宙の中を進んでいます。霊太陽のエネルギーは霊界に生きている者たちを満たし、この世の太陽光のエネルギーは植物や動物たちを養っています。そしてその二つのエネルギーが天正輪廻を経て合体しているのです。共に裏表になりつつ、二つになり、一つになりしながら、大宇宙の中を巡っているのです。物理学の法則の中にも、物質とエネルギーは同じであるというものがあります。物質はエネルギーの現れにしか過ぎない。物質はエネルギーに変換することも可能であるということが知られています。これは物理学の法則としては知られていますが、その現実の意味を大多数の人々は知らずにいます。それは霊界とこの世は置き換えることができる、互換しうる、そこには時間法則が働くということです。霊的存在がこの世の存在として現れることもでき、またこの世の存在が霊的存在に移行することも可能なのです。したがって虚空の中から物質が出現し、この世に存在することは可能です。またこの世に存在するものが蒸発するかのごとく消えていくことも可能です。人間はそのようなエネルギー磁場の中に生きているのです。
すべては霊的エネルギーに還元される。私はジャクソンの無我の思想は唯物的な思想ではなかったと説明しました。肉体は水に流れていく泥の家のように儚いものなので、唯物論的な解釈としてそういうものにとらわれてはいけないという考え方もあります。ただこの世にある存在そのものもまた実はエネルギーの現れにしか過ぎないのです。エネルギーの本質は霊的エネルギーです。その霊的エネルギーが荒い波動になってこの世に顕現してきた時に物質となるのです。家であろうと人間の肉体であろうと、やがては朽ちて土になりますが、最終的にはまた霊的エネルギーに還元されるわけです。地球には多くの生き物が生きていますが、地球が消滅した後もその生き物たちが地球に生きていた時の生命エネルギーそのものは霊界に存在し続け、決して消えることはないのです。これはもう一つのエネルギー不滅の法則です。多くの人間や動物たちのかつて生きていたエネルギーや今生きているエネルギー、そのエネルギー自体はこの世が失われてもなくなることはなく存在し続けます。それが霊界は広大無辺であって、また多くの生命を育んでいる理由でもあるのです。過去に生きていた者たちが霊界でエネルギー磁場を作り、その中からまた現代的な存在を作り出してきています。そしてすべては根本的なる大いなる思いが顕現してきたものなのです。したがって物質と精神とを分ける考え方は極端であり、物質も精神も最後には一元化して一つのものに還元されていくのだということを知らなければいけません。無我の思想は唯物論ではないと述べましたが、ある意味では物質に適応できる無我の思想もあり得るのです。すべては光に還元される、すべては物心のエネルギーに還元されるという意味においては、唯物的な側面を持った無我の思想も妥当であり得るわけです。そしてこの世の肉体がなくなった後の霊魂なるものも、本当は物心の光が一定の形状を持っているにしか過ぎないのです。霊魂もまた本当の意味での本質的存在ではなく、さらに奥には光のみが存在するのだということを知らなければならないと思います。